に上がっていく。さあ1番の新田、3番の増坂、ここは番手は1番新田が守ったか。3番手4番の成田和也、その後ろからさあ2番の吉田祐希が飛んできて、残りは1周。番手から早くも出ていく1番の新田雄大だ。外2番の吉田祐希との力勝負になりました。2コーナーから最終バック、さあ新田か吉田か、吉田が出ました、吉田祐希出ました。離されていく1番新田雄大、2センターから4コーナー、先頭は吉田祐希、その後ろが1番新田雄大、さらには4番成田和也、勝ったのは2番の吉田祐希です。吉田やりました。